はい、欧州館作文対策です。今日も作文のポイントをお話しします。指示語って皆さんご存知ですか？指示語、コスワード言葉とも言いますよね。これ、それ、あれ、どれといったか、代名詞です。何かを指す言葉をこれ効率的に使うのが作文のポイントになります。例えば今日運動会がありました。その運動会の日にと、重ね言葉になってしまうとどうしても読みづらくなるし、すごくなんか不自然な感じになります。今日運動会がありました。その場所に行った時すでに雨が降っていました。このように指示語を効率的に使う、効率的にまとめることによって相手に読みやすい印象を与えます。指示語を必ず効率的に使うとすごく スムーズですね。文章がシンプルでスムーズになる、分かりやすい文章になります。分かりやすい文章というのは作文のいい文章のポイントですよね。分かりやすい、誰が読んでも分かりやすいの文章を心がけるには指示語の使い方が一番大切になります。ここでそれが何を指しているかという部分も、これ国語の読解問題なんかにもよく出てくるんですけれども、そういうのをしっかり読んでうまい、ちゃんと正しい指示語を使う、それによって作文を完成させることも重要になります。それでは皆さん頑張っていきましょう。